皆さんこんにちは、青木美佐子です。今日は実は私のロリータ部屋からロリータの恋愛について皆様にご相談しつつお話ししていきたいと思います。ということで、ちょっと後ろがかなりの量なんですけど、まあ、ここね、まだ一部で、まあ、前にルームツアーの動画を出した時も結構たくさんの人に見ていただいて、ブワーっとこう並んではいるんですけど、一応これをバックにして雑談しながら、まあ好きなお洋服とかを説明しながら、皆さんと私の今後の恋愛について話していきたいと思います。それでは行きましょう。はい、ということで今日はちょっとシンプルめなお洋服なんですけど、ミルクさんのお洋服を着てまして、頭物はスミレのバレッタをしていますという感じで、まあなんか恋愛の話をね、今まで多分 YouTube ではしたことがなかったので、今日はちょっと雑談しながらしていきたいと思うんですけど、なんかまあモテるっていうことを、まあロリータファッションイコール非モテっていうのが、まあかなりずっと前から言われててっていうか、まあ実体験では思っていることなんですけど、本当にねロリータはモテないんですよ。もう悲しいぐらいにモテなくて、でまあその延長線上でやっぱロリータはちょっとハードルが高いからモテないんだろうなっていうか、目立つし隣に歩いてたら嫌だなって思う男性の方が結構いるのかなと思って、私的モテファッションっていうのがこういうミルクとかなのかなって思って、今日はちょっとも自分なりの最大限のモテ服を着てみました。これねロングなんですよ、実は長さが長くなっているロングのもので、まあ、パニエ1枚履いてもいいかなって感じなんですけど、パニエ履かなくても全然大丈夫な感じで、まあ総柄とかでもないし、頭にもねでっかいリボンをつけてるわけじゃなくて、こういうお花だけだから、まあ、こういうのがモテなのかなって思ってますけど、皆さんの意見はどうでしょうかっていう感じですね。そうで、今まで、まあ、いろんな恋愛をしてきたわけでもなく、特に恋愛遍歴もないんですけど、私が、私今36歳なんですけど、36歳で結構やっぱり今回ロリータペアを公開した時も、えって言って、 なんか趣味にばっかり走って、結婚もせずに子育てもせずに36人もなってこじらせ女子だよねみたいなコメントとかもいただいて、本当にすいませんって思いながらも、でもまあ私としてはね、やっぱりそのまあこじらせてるのかどうかもわからないけど、でもその結婚のタイミングとか恋愛のタイミングとか、まあ人それぞれ絶対個々に違う人生があって当たり前だから、何歳だから結婚してなきゃダメとか、子供いないとこうしてないのやばみたいな感じに思われるのは、ちょっと私的にはやっぱナンセンスだなって思っています。なのでまあちょっと私の恋愛遍歴なんですけど、まあ人は人、自分は自分だから、別にその辺はね人の意見として、まあまあそういう意見もまあきっと出るだろうなとは思いつつ、理解もしつつ、だけどやっぱり好きなものって変えられないし、結婚だって結局相手もいるわけで、自分が決めて結婚できることでもなかったり、子育てだって子供を産むタイミングとかもいろいろあると思うから、ですぐにできるってわけでもないしっていうところで、なかなかねそれが偉いって思うかどうかはもう人それぞれだと思うので、まあその辺はね考慮しつつ、こじらせつつもこう今までやってきたんですけど、でも恋愛でね一番やっぱりそう30超えて、まあもう6年目なんですけど、そう30超えてすごい思ったのが、やっぱりこう恋愛アプリとかもね私ちょっと挑戦したんですよ、ペアーズとかなんか。だけど結局割とやっぱり20代後半
多分26ぐらいから30手前、29が多分一番黄金期みたいな感じだと思うんですよ。だから結構年齢でパーンって弾かれちゃうこととかもあって、だから結構ね、難しかったですね。いろんな人にお会いしたんですけど、なかなかやっぱりこの趣味を受け入れてもらえる人が少なかったっていうのが、まあ、現実でしたね。で、いろんなこうあった話だと、ちょっと撮影の後にそのマッチングアプリで出会った人と会わなきゃいけないっていう時があって、で結構がっつりなロリータで行っちゃったんですよ。そしたら結構惹かれちゃったっていうのがあったので、まあなかなかね、こういうファッションを理解してくれる人と、まあ出会いたいなとは思ってるんですけど、未だにちょっとまだ出会えてないっていうのが現実です。そうで、私本当にいろんなファッション持ってるんですけど、この辺がね、結構皆さんもっていうかロリータちゃんならわかるんですけど、ベイビーさんとのコラボしたアイテムで、このフェイバリットリボンっていう柄なんですけど、これ何年前だろう、ちょっと忘れちゃったんですけど、いろんな色展開が出たんですけど、私まあ全然恋愛話とはかけ離れちゃうんですけど、ピンクと赤の組み合わせがねめちゃくちゃ好きなんですよ。だからこれは本当に、あとまあリボンももちろん好きなので、フェイバリットリボンっていう名前だけに本当にリボンが大好き、永遠に大好きみたいな感じで、結構思い入れのあるお洋服ですね、これは。とか、昔ベイビーを着ることが、まあモデルとかやってたので多かったんで、あとなんだろう、もうシュバブかな、この、多分ベイビー好きならわかるとは思うんですけども、シュガーブーケ、これ本当に昔から出てるこの紙的な柄、これもね本当に好きだったなぁと思ってよく着てました。いちごとバラと、もうなんか本当紙的なやつだなって思います。という感じで、私のまあぎっしりと詰まったお部屋で恋愛トークなんですけど、そう、好きなねタイプなんですけど、やっぱりもう36にもなってこれを言うのもなんなんですけど、本当にねこの趣味を理解してくれる人が現れたらすぐにでもって思ってます。なかなかねやっぱりロリータは結構本当に理解してもらうチャンスが少ないファッションジャンルだったりするので、そこを本当に理解してくれる人と、あとは優しい人いないかな、わかんないけど、なんかそう荷物とかね持ってくれたりするとキュンってくるし、あと男性の仕草でキュンってくるのは、エレベーターとか乗ってたりして、まあどうぞって言ってくれたり、結構レディーファーストにしてくれるような男性はすごい、やっぱりその瞬間にキュンキュン私は来ちゃいますね。割とオラオラ系っていう男子よりも、なんかこうレディーファースト系男子の方が私的にはキュンキュン来るかなって思います。あとなんだろう、本当にまあ今いるのかわかんないけど、やっぱりこう女性は誰しもお姫様になりたいと思うので、だからお姫様扱いをしてくれるような男性いないよね、いないかもしれないけど、そういう男性と出会えたらいいなと思っています。これからの、私の目標は、何歳までってね、決めちゃうと結構タイムリミットもあるし、焦っちゃったりするので、昔はね、30までとか35までとか、20代には結婚したいとか、いろいろこう願望はあったんですけど、最近はもう焦らずに、待ってちゃ出会いもないかもしれないけど、いろんなところで、出会いのチャンスをつかみ取っていければいいなっていうふうに思います。あとは、そうですね。でもロリータね、本当にね、
私の、まあ、インスタなんですけど、実はもう、まあ、80% のインスタってあれが見れるじゃないですか。何人パーセンテージで女の子と男の人の、まあ、推移というか、私のフォロワーはどのぐらいいるのかみたいなのがあって、 80% 女の子なんですよ。まあ、あの女性のファッションの仕事をしているので、そうなんです、女性のファッションのというか、まあ、結構ロリータファッションの仕事しているので、まあ、80% が女の子で 20% が男性なんですよ。私それが結構意外で、もう 5% ぐらいしかいないのかなと思ったら、割と 20% の人が私のあのコアなインスタを見てくれてるっていうのに結構びっくりして、あ、まだ望みはあるのかなと思っているので、そうですね、結構だから、まあ、20% 男性もいるので、まあ、これからも頑張ってロリータ道を極めていきたいと思います。こんな感じで私の雑談しながらお洋服紹介をさせていただきました。よかったらルームツアー第1弾第2弾ともに上げているので見ていただければと思います。収納術とかも結構勉強になったというか、参考になったって言ってくれる方も多くて、すごく嬉しいです。ありがとうございます。というわけで、私のどうでもいい恋バナの雑談でした。それではまた、今度はなんかいろんな人とねコラボ動画とかも撮ってみたいなって思ってるので、ぜひよろしくお願いします。それではバイバーイ。